てるとき、お腹や背中って動いてますか？実はほとんどの人が歩いてるときってこの胴体の部分が全然動いてないんですよ。だから痩せようと思ってせっかく歩いてもここ全然使ってないから全然痩せていかない。これね、せっかく頑張ってるのに悲しいんですよね。でも大丈夫、今日はね、歩けば歩くほどお腹や背中がすっきり痩せていく方法を教えちゃいますので、みんなでね、一緒にやってみましょう。はい、では歩く時に手をね、前に振っていくとどんどん猫背になってお腹の部分って動かないので、後ろにこうやって振りたいんですね。そのためには胸が伸びていかないと後ろに振れないので、まずは胸のストレッチを先にやっていきます。後ろで手を組んで、肩がね、こうやって前に出ちゃってると思うので、これをぐーっと後ろに、肩甲骨を寄せて後ろに引いていきます。あんまりお腹突き出さないで、お腹はぺっちゃんこに引っ込めといて、キュッ、この肩をキュッ後ろに引いて、ゆっくり深呼吸しましょう。肩甲骨寄せて、もう一回。はい、そのままね、そーっと手を離して力を抜いてみます。そうするとさっきまでね、肩が前に出ちゃった人も後ろに肩がある状態、胸が張ってる状態で止まってると思います。今ね、ここを伸ばしたから胸が伸びて肩がね、後ろに行ったので、この状態になるようにしっかりストレッチをいつもやっていきます。今度ね、お腹の前側、前回の動画でやったこの大腰筋っていうところをちゃんと使えるとかっこよく綺麗に歩けるので、前後にこういう風に足を開いて、みぞおちからお腹の前側、足の付け根までをぎゅっと伸ばすように、このままぎゅっと手を上げていきます。お腹を引っ込めて、この部分ね、伸ばすように、お腹を引っ込めないとちょっと腰が痛くなる方がいるので、お腹ぐーっと引っ込めて伸びてください。でね、お腹触ってみて、すごい平らになるでしょ。このぐらいしっかり伸びるとお腹はどんどん引っ込んでいきますから、しっかり伸ばして、ふー、息を吐いていきます。はい、 OK。 では反対です。お腹を引っ込めて背を高く、そのままぐーっと上に手を伸ばしていきます。みぞおちから足の付け根、ももの前側が伸びます。そう、ここの部分がしっかり伸びていくと綺麗に歩けるようになりますからね。はい、 OK。 ゆっくり戻りましょう。ほら、立ってみると勝手に胸が開いて、スーッとさっきより背が高くなった感じがするでしょ。普段がこんな感じで歩いちゃうと、このままこうやっていくと全くここが動かないんだけど、今の姿勢にしっかりなってる状態で歩けるとどんどんお腹や背中が痩せてきます。これにプラス、今日は家の中でまず歩く練習をします。雨の人がね、歩きに行けない時はこれだけやっても十分痩せるので、一緒にやってみますよ。みぞおちからももの前がスッと伸びるような状態で前後に足を開きます。腰反りすぎないように、まっすぐ、あんまり大きく開かなくて大丈夫です。この状態で胸を張って、そのまま肘をまっすぐ後ろに引いていきます。特に右足を出しているときは右の肘を後ろにしっかり振ると、ほら、お腹ねじれるでしょ。こっちばっかりいちゃうとね、体がねじれないので、このねじれがすごく大事です。これでお腹がぐっとくびれて引っ込んでくるので、肘をしっかり後ろに、お腹を引っ込めながらしっかり後ろに引いていくと、お腹きつい、腰肉のあたりとお腹のあたりがクッ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 とねじれて痩せる感じがしますよね。はい、お腹引っ込めて背を高く、みぞおちの位置をね、こう低くしてあげて、できるだけ高い位置に保ったまま肘をしっかり後ろに引いていきます。できるだけ
に力を入れてお腹を引っ込めながら、ね、手だけこれだとお腹全然感じないなっていう人は手だけこうなっちゃってるかもしれません。これだと胴体が回ってないので肩も一緒にしっかり後ろに引いていくと、私ほらこうやって胸が回ってますね。胸が回ることでお腹のこの腹斜筋っていうね筋肉を使って、さあ疲れた、どんどんお腹と腰肉のあたりの筋肉を使っていきます。暑い、結構大変ですよね。これだけでね、この辺なんか使った感じがすると思います。もう家の中でちょっとあコマーシャルになったと思ったらふって立ち上がってこうやってちゃんとね胸を回しながらやるだけでも OK。 もしくは外にね歩きに行ける人はちょっと家の中でさっきのストレッチ2つやってこの練習をしてから歩きに行くと、今まではちょっとね猫背でこういう風に歩いてると体の真ん中は全然使えなくて前側ばっかりこう使ってたのが、今の姿勢になってスッスッスッと歩いていくと歩くたんびに体がねじれて胴体を使っていくことになります。スッスッスッ1回ずつ歩くたびにこう胴体がねじれると毎回毎回お腹と背中の筋肉を使うのでどんどんこの辺が痩せてきます。今までのこの歩き方と使う筋肉が全然違うので歩けば歩くほどくびれて痩せていくようになるんです。はい、そして前回やったみぞおちから足が生えてると思って足を動かす、これと今日の上半身をね回しながら歩くっていうのを組み合わせるとめちゃめちゃ綺麗に、しかも痩せる痩せウォークができるようになります。そのためにはもうね立ってる姿勢がこうダメね、これだともう全然痩せウォークにならないので、さっき伸ばした肩甲骨はねちゃんと後ろにして、いつものパンツは上にして、このねみぞおちの位置を低くしないでできるだけ高い位置に保ってください。みぞおちの位置が高い状態で足がみぞおちから生えててブラブラできるとかっこよく足が動いていきます。みぞおちから足がブランブラン、そして手もブランブラン力まずに、背が高い状態で肩力まないですと肩は乗っけといて手も後ろにちょっと振っていく。今までこうだったのがみぞおちを高く腕を後ろに勝手に体が回ってかっこよく歩けるようになりますね。ちょっと歩きたくなってきたでしょ。体が柔らかくなると気持ちよく歩けるので、今までね疲れたがみぞおち高く、そうするとなんかね顔もキュッと上がります。気分よく今からね明日でも気持ちよい姿勢で歩いてどんどん痩せ体質になっていってください。ううぐんぐん痩せウォークで痩せ体質になろう。頑張ってるのになかなか成果が出ないなっていうあなたにお知らせです。オンライン講座動ける体学校では2ヶ月でこんな結果が出てます。すごいでしょ。週に1回仲間とワイワイオンラインでねトレーニングをしながら、お腹のへこませ方や痩せるストレッチのやり方、痩せる歩き方なんかを一緒に練習をして、2ヶ月後には今まで何をやっても痩せなかったっていう人たちがこんな風に結果が出てるんです。動画を見て毎日頑張ってるのになかなか結果が出ない、私のフォームはこれでいいのかなって迷ってるあなたも、私がねオンラインでチェックして、はいもうちょっとこうやってやってくださいってしっかり直しますから必ず結果が出ます。それに始めてもすぐに三日坊主で嫌になっちゃうってあなたも、仲間と一緒にやることでね励まし合いながら頑張れるので最後までやり遂げることができるんです。2ヶ月後の自分に期待してぜひ勇気を出してポチッと申し込んでください。 YouTube の説明欄のところを行って押すと、そこからね下に説明が出てくるので、その中から動ける体学校というところを押して
詳細を確認してください。また LINE の登録がまだの方は LINE 公式アカウントというところから登録をしていただくと私に質問もできますので、ぜひそちらの登録もよろしくお願いします。大人数は苦手という方はもちろんマンツーマンのダイエットパートナープログラムも引き続き募集しているので、そちらの方からもお申し込みください。あなたも絶対変われます。会いに来てください。